はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、元旦1月の1日に実装される予定の新パックの情報が公式より公開されましたので、こちらを、皆さんと一緒に見ていきながら、私がこのパックで、強い大当たりであると思っているカードについて、ご紹介をしていこうかなというふうに思っております。今回トップ5でいきたいと思います。先結論から言うんですけれども、あの汎用カードかなりこのボックス少ないです。かなり少ない、テーマのカードがかなり多いですし、ペンデュラム強化、になってますんで、基本的にはなので、ペンデュラムテーマとかが好きな方、オッドアイズデッキとかが好きな方はぜひ向いていただきたいなというボックスになっておりまして、で、まず第5位からいきましょう。第5位は今見えているこちら、オッドアイズアークペンデュラムドラゴン、これです。こいつね、バニラモンスターではあるんですけど、ペンデュラム効果持ってまして、このカード名のペンデュラム効果は一旦一度しか使用できない。1番、自分のフィールドの表側表示のオッドアイズカードが戦闘効果で破壊された場合、自分の手札で気持ちからオッドアイズモンスター1体を選んで特殊召喚すると。これがね、すごく強くて、もちろんね、自分のフィールド上の、オッドアイズペンデュラムドラゴンとかアークペンデュラムでもいいんですけど、オッドアイズカードはね、戦闘で破壊された場合にデッキからもう1体をリクルートしてくるとかいうこともできるんですが、あとエクシースワイとして使ってしまったあのオッドアイズペンデュラムドラゴンとかを墓地から蘇生したりすることもできるんですが、これやっぱ一番強いのは自分で爆破していくっていう動きがかなり強いんですよ。あのオッドアイズカードってあのペンデュラムドラゴンもそうなんですけども、自分で爆破することができるんですか。オッドアイズペンデュラムドラゴンっていうのは自分で爆破して、攻撃力がなんか1500以下のなんかペンデュラムモンスターをサーチできるみたいな効果持ってるじゃん、エンドフェーズに。であの効果に反応してオッドアイズアークペンデュラムの効果で、デッキからオッドアイズペンデュラム出したりとかいうこともできますし、天空の交際で、フィールド上のペンデュラムモンスターを割って、サーチしながらさらに、アークペンデュラムで特殊召喚っていうこともできるんで、これはねオッドアイズデッキであれば展開の要になるモンスターです。圧倒的3枚積んでお得なカードだと思いますんで、これはねぜひね3枚集めていただきたい、そんな風に考えてます、オッドアイズ好きであればね。はい、で第4位は螺旋のストライクバースト。もちろんね汎用的なカードじゃないんですけど、さすがに強いなと思って第4位にしました。このカードはオッドアイズカードなんで、基本的にはなのでオッドアイズテーマのカードなんで、オッドアイズデッキを組む気がない方は特に必要ではないんですけれども、オッドアイズデッキであればマジでキーカードで絶対3枚必要です。どういう効果を持っているかっていうと、2つの効果から選んで、どっちかを発動できますよっていう効果でございまして、上の効果が自分のフィールドにオッドアイズカードが存在する場合、フィールドのカードを1枚対象としてそのカードを破壊する、オッドアイズカードがあればいいので、ペンデュラムスケールにセッティングさえできればもうすぐに発動できます。だからペンデュラム召喚をする前に、例えばオッドアイズペンデュラムドラゴンをスケールに貼って、ストライクバーストを打って、で相手の、バックなりモンスターなりを除去してから動くみたいなことができるんで、かなり高校で強くなりますね。で、先行でももちろん強くて、これ下の効果が強いんですよ。デッキのモンスターおよび自分のエクストラデッキの表側表示のペンデュラムモンスターの中からレベル7のオッドアイズモンスター1体を選んで手札に加える、オッドアイズペンデュラムドラゴンとかさっきやったオッドアイズアークペンデュラムドラゴンあたりをサーチすることができるんです。これがめちゃくちゃ強いです。はい、しかもこれなんとターン1制限がついておりません。なので螺旋のストライクバーストは手札に何枚かぶったとしても、全部使います。破壊する方の効果使った後にサーチするとかもできますし、これめちゃくちゃ強いですね。でもちろん自分のカードも破壊できますから、さっきのオッドアイズアークペンデュラムドラゴンと相性もいいですし、ね、これね、UR なんですが残念ながら3枚集めていただくカードになります、オッドアイズデッキ使いであれば。なので、これに関してはね、メインボックスではあるんですけれども、オッドアイズ好きな、ゆうやくん好きな方であれば、エンタメデュエルが好きな方であればぜひ3枚集めていただきたい、そんな風に考えています。で次第3位はこちら、ペンデュラムコール。現時点では正直そこまで強いカードではないと思うんですけれども、これね OCG では制限カードになっていたこともあるレベルで強いんですよ。これね書いてることはかなり強くて、効果を説明していきますね。ペンデュラムコールは1ターンに1枚しか発動できず、魔術師ペンデュラムモンスターのペンデュラム効果発動したターンには発動ができない。手札を1枚捨てることによって発動できる、何でもいいです。捨てる手札は何でもいい、かぶったペンデュラムコールとかでもいいです、カード名が異なる魔術師ペンデュラムモンスター2体をデッキから手札に加えると。
これ何でも持ってこれます、魔術師であれば。でこのカードの発動後、月の相手ターン終了時まで自分のペンデラムゾーンの魔術師カードは効果では破壊されないということで、まあ、ここがあの一番下の効果が破壊されないからサイクロンケアにはなるんだけれども、自分で天空の交際とか叩き割るとかはできないので、まあ、ちょっとそこだけ相性があんまり良くないかなと思うんですが、まあ、2枚サーチしてこれるっていうことはどういうことかっていうと、結局、まあ、スケールを発動するのが安定するっていうことなんですね。これ今イラストにも映ってる通り、これ龍脈の魔術師でこっちが龍血の魔術師になってまして、まあ、ペンデラムスケール1と8なんですよ。なんで2と7のモンスターが同時に召喚可能っていう動きがデュエルリンクスでもできます。要はペンデラムコーン1枚でスケールが必ず安定して、発動することができるので、初手のペンデラム召喚がかなり安定すると、このカードを積んでいくことによってね。なので、今のリンクスではこの程度の動きしかできません、正直多分。だけど今後魔術師カードっていうのは、まあ、いろんなアドバンテージを稼ぐカードがどん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 増えていくんですよ。そうなった時にこのペンデラムコールがマジでぶっ壊れる可能性があるんで、だから将来性という意味を込めて第3位にしました。まあ、これはねちょっと今後の強化に期待といったところでしょうか。次第2位はこちら、ベルズナイトメア。このモンスター汎用モンスターかと言われると、まあちょっとね、あの召喚条件が闇属性レベル4モンスター ×2 なんで、まあ、汎用モンスターというわけじゃないんですけども、効果はかなり強くて、相手がモンスターの特殊召喚に成功した時、このカードのエクシーズ素材を1つ取り除いて、その特殊召喚したモンスターを裏側支部表示にするって書いてあるんですよ。これが先行でめちゃくちゃ強いです、この効果が。結構ね OCG の方でもこのモンスターは未だに現役で、あの先行制圧の時に使われるようなあのモンスターになってきてまして、特殊召喚したモンスターを必ず裏側守備表示にできるので、しかも単一制限ありませんから、大体こいつ先行で立てておけば、まあ、月の書とかされたら別ですけど、月の書とか聖杯とかされなければ、まあ、大体、ね、死にませんと、あの裏側 にできるんで、で開始のターンでまた展開し直して、相手を破壊していければいいので、まあ、ベルズナイトメアはかなり、先行で立てられるデッキが増えてきたんじゃないかなと。例えばですけれども、まあ、ブラックフェザーであるとか、闇属性レベル4並ぶデッキね、ブラックフェザーであるとか、あとデスティニーヒーローとか、まあ、ちょっと制約が気になりますけども DD とか、まあ、そういうデッキであれば、まあ、このモンスターを先行で立てて、まあ、制圧できるんじゃないかなというふうに思ってますんで、まあ、そういうデッキを組んでる方であれば、まあ、向く価値はあるんじゃないかなというふうに思っております。で第1位、悲願の旅人ダンテ。まあ、これが1位ですね、さすがに。こいつはまあ汎用モンスターと言っていいでしょう。レベル3モンスター ×2 で作れるランク3のモンスターでございますと。で、ちなみにこれ、YP 遊戯王プレイヤーの間では、松潤と言われてまして、嵐のね、松本潤さんに顔がそっくりということで、松潤と呼ばれてますが、このモンスターは、1ターンに1度このカードのエクシーズ性を取り除くと、自分の敵の上からカードを3枚墓地に送ることによって発動。ここまでがコストです。コストで3枚墓地に送ることによってデッキから、このカードの攻撃力を単種ロジまで2500になると、1500アップするんで2500にできるよという効果になってますね。でこのカードが攻撃した場合、バトルフェーズ終了時に守備表示になるよという効果、そして3番目、このカードが墓地を超えた場合に、このカード以外の自分の墓地の悲願カード1枚対象として、そのカードを手札に加えるよという効果を持ってます。はい、これはね、まあ、未だに OCG でもレベル3が並ぶデッキであれば、あの現役で使われるカードですし、まあ、やっぱ墓地肥やしが、やっぱ、あの、肥やしておいて強いデッキたくさんあるんで、まあ、かなりね、汎用的な効果を持ってるんですよ。まあ、レベル3が2体並ぶデッキって、そんなに、なんかその、ポンポン出てくるかって言われると、まあ、ちょっと、あのそんなに多くはないかなと思いますけど、例えば、あの、悲願、今回のね、デッキじゃない、今回のダンで実装された悲願とか、まあ、あとは、ライトロードとか、そういうデッキの、まあ、コンボパーツとして、まあ、ルミナスとかで一応できるんでね、そういうデッキであれば入るかなっていう感じはしますね。なんで、まあ、この悲願回収っていう効果は無視して、まあ、1番と2番の効果だけ使うみたいな感じの、あ、イメージで、あー、使っていくのが多分一番なんかその使いやすい使い方になるんじゃないかなと思うんで、まあ、そんな感じでね、使っていっていただければなと思います。まあ、今回5位から1位まで見ていただいたら分かる通り、そこまでめちゃくちゃ、まあ、汎用的なぶっ壊れモンスターが来ているかと言われるとそうではないので、まあ一旦、まあスキル修正もありますし、まあメインボックスは様子見してもいいんじゃないかなと個人的には思います。はい、ちなみに僕はオッドアイズが大好きなんで脳死で3周します。以上です。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。